豊田定次郎、豊田定次郎、豊田定次郎、1885年、明治18年8月7日から1961年、昭和36年11月21日は、日本の海軍軍人、政治家、実業家。最終階級は、海軍大将。ジュニー、君位等。和歌山県出身。聞いた鍋藩士、豊田慎太郎の次男。 海兵33期主席。旧聖天皇寺中学校より、東京外語学校英語科を経て、海軍兵学校に入校し、第33期を主席卒業。同期に卒業順位、第26位の豊田ソエ大将がいるが、大分県出身のソエとは、兵学校入学まで面識がなかった他同士である。苦労人のソエと、天才肌の定次郎はタイプこそ、正反対だが、 将官に昇進する頃は、両豊田と呼ばれ、将来を植望された。日露戦争が終わったばかりの1905年、明治三十八年十一月に、第三十三期は卒業し、東南アジア方面へ、遠洋公会に出た。将位中位時代は、香取、弥生、千歳に、上官、法術、水雷学校普通科を挟んで、四季島、薩摩の乗組として、腕を磨いた。 1910年、明治43年大昇進と同時に、海軍大学校を打つ主学生、法術学校高等科で、計1年学び、いずれも優等で卒業。翌年に、イギリス駐在を命じられる。着任した豊田は、オックスフォード大学に留学し、1914年、大正3年に、帰国命令が出るまで2年半にわたって、勉学に励んだ。帰国後は、 比叡分隊長を経て、第四戦隊参謀に任じられた。第一次世界大戦末期、ドイツは無制限潜水艦作戦を宣言して、輸送船団を無差別攻撃したため、イギリスは日本に輸送船団の護衛隊派遣を依頼した。豊田が在籍する第四戦隊は1917年、大正6年4月、第3特務艦隊の主力として、シドニーに派遣され、 オーストラリア・ニュージーランド間の戦護衛を担い、トヨダも参謀に留任して、シドニーで指揮を取った。この派遣直前に、詳細昇進している。1917年、大正6年12月、安全が確保されたオーストラリアから第3特務、艦隊は撤退し、帰国したトヨダは海軍大学校に再入学し、講習学生として2年間学んだ。この時も、 中学卒業以来獲得してきた首席卒業を勝ち取り、自他共に認めるエリートとなった。卒業後は海軍省の中枢たる軍務局員に任じられ、1920年、大正9年から1923年、大正12年まで3県務め、完全に幹部養成コースに乗った。この間に仲裁昇進している。今後副長を半年務めた後、 1923年、大正12年、海外大使館府部館では、主位と目される、イギリス大使館府部館に任じられ、ロンドンに向かった。ロンドン生活は4年間に及び、大佐に昇進している。しかも帰国命令は出ず、国際連盟で開催されている、ジュネーブ海軍軍縮会議の随員に横滑りしたため、帰国したのは1927年、昭和2年末である。このように、 海外生活が非常に長いことから、海外事情は抜群に詳しかったが、国内事情には疎く、軍縮会議の随員たちとは、そりが合わないことが、高た。帰国後、阿武隈、山城の艦長を歴任し、再び、ロンドン海軍軍縮会議の随員として投影した。前兼、宝部表の発言権は強く、豊田自身は、条約の可否に対する主義主張もなかったため、 豊田が口出しする余地はらかった。条約が成立して帰国すると少々に昇進し、横須賀陳府参謀長を経て1931年、昭和6年に、軍務局長に任じられた。ところが就任から半年で、豊田は、軍務局長を更迭される。その経緯を示す資料は残されていないが、軍令部長に就任したばかりの伏見宮博康。 大大将に対して出現したためではないかと推測されてる。大臣になりたいが、口癖のエリートが初めて挫折を経験した。大学校時代以来、六二軍事の学習をしていない豊田に対して頭痛が割れたのは、専門としていた法術とは全く関係のない航空本部であった。1932年、昭和7年11月の定期移動で豊田は高校省庁に任じられた。 誰もがもはやトヨの名脈は尽きたものと思っていた。しかし、トヨはその地位に不満は持っていたものの、剣道従来の機会を伺うとともに、自らの将来に新たな展望を持つようになっていた。航空省は先発の造船工場とは異なり、航空機整備を主力とする特殊な軍事工場であった。航空機への理解は徐々に高まりつつあったが、整備に必要な工具や、 部品も満足に調達できない厳しい環境をあった。現場に叩き落とされた豊田は、現場の窮状を肌で感じ取り、工業生産力の向上が必要であることを認めた。後に、政治家、経営者として一貫して、鉄工業の振興に努める豊田の原点となる。1934年、昭和9年5月に、関西本部総務部長、1936年、 昭和11年2月に、クレコー省庁、1938年、昭和13年11月に、航空本部長、1939年、昭和14年夏に3ヶ月間管制本部長を、兼任と12年度の佐世保鎮守府長官を除くと、軍事技術の最前線での勤務が続いた。豊田は佐世保鎮守府長官時代に、山本56海軍次官から、 直時,時間候補として挙げられた。豊田は山本に、私が親捕食、佐世保神事副長官にあるからと言って、親捕食ではなく宮中では隠したにあたる、時間にならぬということはないという趣旨の返唱を送り、山本を鼻白ませた。この時の人事では山本が遺留されたために、豊田の時間就任は白紙となったが、時間に最も近いポストである、航空本部長、 完成本部長まで復帰することができた。1940年、昭和15年9月、豊田の私服の時間は終わった。海軍大臣、吉田前後が病気辞職し、次官、住山徳太郎も退いたため、豊田に念願の時間が回ってきた。最大の懸案事項であったひどくい三国同盟の締結に向け、海軍大臣、大川小四郎を差し置いて活動した。 豊田自身は三国同盟を好ましくないと認識していたが、外務省、帝国議会、陸軍が賛成している状況下で海軍が孤立することを警戒していた。同盟成立後、首相、この F ・ミマロに海軍全体としては反対だが、国内の調和を優先して、政治的にやむなく賛成だ。対米衛選に有利になるかどうかは別問題であると。 ンに対米交渉の責任は外務省と政府の責任であることを告げた。まさかその外務大臣の椅子に自身が座ることになるとは、当時の豊田は無双だにもしなかった。時間在任中は、時間室に歴代時間の肖像や名札を陳列し、自らの名もその末尾に連打にさせたが、井上成美はこれを、さながらナチスの第五列の如しと皮肉り呆れている。また、 及川を差し置いて、自らの下で政務に関する案件を決裁してしまうことも多く、こうした行き過ぎた自己検事欲は、豊田大臣、及川時間という陰口となって跳ね返ってくることになった。念願の時間だっただけに、その職への執着も、また人一倍強く、内閣改造が取り沙汰されるようになり始めると、今度は、あからさまな留任工作を行った。しかし、 改造当日、副官らの前で、大臣は変わるが、俺は変わらないからと豪語した直後に、時間更迭の法を受け面僕丸つぶれとなってしまった。同じ頃、山本五十六が、そろそろ潮時と連合艦隊長官を辞めたい旨を、大川大臣に対して、表明、後任には、小髪根一か、島田重太郎、若返りを図るなら、豊田添夢か、 豊田定次郎を押すと書き送っている。もちろん前の二人が本命で、後の二人はどうせ名が上がるだろうからと付け足した、改虐である。この年、商工省では、財界出身で、資本主義を自ら体現するような大臣、小林十三と、同勝敗の木の新官僚で、統制経済を国家百年の刑として標榜する時間、岸信介が対立していた。 岸はやがて企画院事件が発生するとその責任を取って時間を持したが、その後は軍部と結託して小林に一死報いることに奔走。年が明け、岸が同事件に関連して大臣にも軍事機密漏洩の責任がある公言するに至って小林もまた大臣を辞めざるを得なくなった。この絵はこの小林の後任に豊田を押した。しかし、 現役の海軍中将である豊田が務めることのできる、閣僚は海軍軍政を司る海軍大臣のみである。豊田は熟慮の上で、ここは海軍現役を退いて、商工大臣を引き受けようと決断した。しかし転んでもただでは起きないのが豊田である。4月4日、登庁した豊田は、自らの対象進級を条件に時間を、遺願退職するという前代未聞の辞表をおいかわに、 提出し周囲をあぜんとさせた。及川はこの辞表を受理せず、豊田を大将に進級させた上で即日予備役に編入して決着を見たが、この正解転校には、普段は人の陰口など叩かない子が峰市をして、豊田さんは出世のために海軍を未来にしたんだと言わしめるほど、将来の誰をも落胆させるような転出だった。しかし、当の豊田にとっても、つい懐かしくて、 用もないのに、海軍省の前に来てしまうことも多々あったと、公認時間、沢本頼夫に吐露するほど、不本意で、後味の悪い幕切れだった。しかし、閣内で暴走する、外務大臣、松岡洋介に豪を煮やしたこの絵は、松岡に、大臣辞任を迫れば逆に閣内不一致で内閣が、倒れると判断、帰線を制して、全閣僚から辞表を取り付けると急遽散大していい。 内閣総辞職し、その場で改めて組閣の対面を受けて、今度は松岡抜きの第三次、この絵内閣を組織した。この絵は、この松岡の公認の外務大臣に、わずか3ヶ月前に、商工大臣に就任したばかりの豊田を横舐めさせるという、かつて三国同盟の締結に関する責任をなすりつけた外務省の諸葛大臣となることにはさすがに気が引けて、 トヨは再三これを誇示したが、海軍の先輩であり、同郷でもある、中米大使、野村義三郎との連携がうまくいくことを期待した、この絵に押し切られた。これ以後トヨは、東京にあって、ワシントンで、日米交渉を続ける、野村、クルス両大使支えた。トヨはこの絵が訪米、内市ハワイを訪問して、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトと直接、 会談を行うという秘策をもって交渉を進めたが、そうした外交交渉の傍らで、開戦準備を同時に進める日本の姿勢を警戒したアメリカは次第に外交交渉そのものが、実は開戦準備の一環としての空芝居なのではないかという疑念を募らせていく。結局二国間の主張は平行線を描くのみで進展がなく、これにこの絵も言い明けして、 結局内閣を放り出すこととなった。外務大臣も在任約6ヶ月でを辞職した。その後間もなく、豊田は日本製鉄の社長に招聘された。海軍時代から関心があった、鉄鋼造産の現場にようやく立つことができた。製鉄労働者不足のために1941年、昭和16年下半期から1942年、 は17年上半期にかけて、鉄鋼生産が減少しており、克服のために、鉄鋼統制会が結成され、豊田が会長に就任した。小学校卒業生や朝鮮人労働者の就労強化策、または離職防止策、福利構成の充実化を推進した。これにより労働力の確保には成功したものの、やがて選挙区の悪化によって、減量の確保が困難になり、 鉄鋼生産力は減少の一途をたどる。しばらく政治から離れていたが、1943年、昭和18年3月、東条内閣より内閣顧問として招聘された。軍需物資の陸海軍配分比率で陸海軍が激しく対立しており、打開策を求められたものの、豊田の思惑通りには進まなかった。豊田が再び閣僚となるのは、鈴木内閣の時で、 軍需圏運輸通信大臣に就任したが、もはや生産基盤は破壊し尽くされており、豊田に移ちてはなかった。昭和20年、1945年8月14日の午前8時、鈴木貫太郎首相の創生という形で、その日の午前10時から、急遽最後の午前会議が開催されることに決まった。当時は真夏であり、宮中三大等の特別な行事でもない限り、 閣僚の中には軽装の者もいた。その日、豊田定次郎軍事省は、解禁シャツでネクタイを着用していなかった。急遽午前会議が決まり、豊田は盛んに、困った、困ったと言った。すると、見るに見かねた、首相官邸のある職員があまり上等ではないネクタイを一本見つけてきた。豊田は、解禁シャツの襟を無理やりすぼめて、ネクタイを締めようとしたが、 なかなかうまくいかなかったので、岡田忠彦交渉がネクタイを結ぶのを手伝った。その光景を見ていた、ザコミズ・ヒサツネ内閣初期官庁は、微笑ましく思ったという。そして、大臣たちも、一般国民と同じように国の苦難を受け止め、体で体験しているのだという思いが、ザコミズの頭の中をかすったという。戦後、この内閣の閣僚として、 海戦の責任を問うべく永久戦犯容疑として逮捕されたが、この絵、ルーズベルト会談の格策など和平成立への努力をしたこともあり、公職追放のみ実行されて、東京裁判では不起訴となった。公職追放が解除となった1958年、昭和33年、ブラジルの鉄鋼開発合弁企業、日本ウジミナスの会長に就任し、 鉄構に注ぎ込んだ後反省の最後を飾った。1961年、昭和36年11月21日、腎臓癌で死去。去年76。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。